血液型は荷物はこれで終わりだな。ありがとう。じゃあちょっとびっくりしたのもできたけどね。ちょっと一服紹介の。お世話になります。なんのなんの、こちらこそ。よろしく。こちらこそ。こうして私の漫画を見せる生活は始まったんでした。さあ、どうぞ違うよ。あれは確か。
みなぎる。はあ、極楽極楽。どうかしら。滑るような時はさ。はあ、この余計。今日はどうしようかな。今日はゆっくり休んじゃおうっと。ああ、こんなにいいお天気なのに私って、でもうちでボロボロするのが一番だよ。ああ、眠たいよ。ゲビーでも意外から出るっていうのはどこで、夕食は美容の敵、けどこうやって回って放送整理するだけってのは楽だよね。今日はどうしようかな。そうそう、これでね。この日はっと、これでいいかな。よし、これで頑張るぞ。すごい展開。素敵。思ったより難しいな。楽勝だね。おしゃれは足元からってね。似合うかな。今日はどうしようかな。今日はゆっくり休んじゃおうっと。はあ、こんなにいいお天気なのに私って、でもうちでボロボロするのが一番だよ。今日はどうしようかな。もしもし、あ、お母さん、どう？東京にはないか？どうかしたの？お母さん、どうしたの？実は今月ピンチなんだ。それで、そう、大変ね。それじゃあ振り込んどくから。絵の仕送りは今回だけよ。ありがとう、お母さん。隣まで電話するよ。分かった。今日はどうしようかな。もしもし、お母さん、元気でやってる？元気元気。どうかしたの？別に何もないけど、お父さん元気？変わりないわよ。そういえばこの前お父さんからね。そう、それじゃ病気しないようにね。分かった。今日はどうしようかな。そら、お買い物にでも行こうっと。すいません。いらっしゃいませ。
ちょっとだけ持っててもしょうがないよ。いつか本体買ってやる。あ、そうだ。今日はどうしようかな。ゆっくり休んだわっと。ああ、こんなにいいお天気なのに私ったら。でもうちでボロボロするのが一番だよ。今日はどうしようかな。今日はゆっくり休んだわっと。ああ、こんなにいいお天気なのに私ったら。でもうちでボロボロするのが一番だよ。漫画家のアシスタントって大変だよ。一緒に書いたりイベントに行ったり、背景書いたり、金魚書いたり、灯を貼ったり。ああ、忙しいよ。いらっしゃいませ。